ジェルジュ・リゲティが1991年から1994年にかけて作曲したビオラ・ソナタは6楽章からなる無伴奏作品でバイオリン競奏曲やピアノ・エチュードと並行して様々な段階を経て作曲された。リゲティはラジオでタベア・ツイン・マーマンの演奏を聴いてビオラ・ソナタを書くことを思いつき様々な楽章を書き始めた。第2楽章のループは ガースノックスによって初演され、ファクサーは1993年に、ユルク・ダーラーによって初演されました。この二つの楽章は完全な作品の一部として構想され、それがリゲティのビオラソナタの第二楽章と第三楽章となったのである。このソナタは40年前に作曲されたリゲティのチェロソナタとは一線を画し、重要な転機となった。ビオラソナタは、 バロック時代のソナタに見られるようなパターンをより多く、包含しており、多くの楽章とラメントを持ち、パッサカリアとシャコンヌをもたらしたフレスコバルディのソナタに、習って、シャコンヌで締めくくられている。第一楽章と第三楽章は、オスティナートの変装曲で、第二楽章と第四楽章であるモット・ペルペトゥの、楽章が、交互に現れる。第一、第四、第五楽章には、 東欧の伝統音楽の要素が見られ、第2、第3、第6楽章では、自由なリズムやジャズ、ラテンのハーモニーの影響が、より強く現れているという。また、第1楽章と第4楽章のハーモニー、第2楽章と第6楽章の繰り返しの和音も、特徴的である。評論家のブレア・サンダーソンは、このソナタを、20世紀の主要なビオラ作品の一つと、表している。 第一楽章のホラルンガは、同名のルーマニア民謡の影響を受けている。タイトルは、ゆっくりとしたホラという意味で、この場合のホラはルーマニア語で、ダンスを意味する。一本の弦で演奏される例としては、リゲティのバイオリン競争曲のアリアや、ビオラソナタの第三楽章、ファクサールがあるが、リゲティはこの二つの楽章を同じ年に作曲しており、第一楽章にも影響を与えている。 微分音を示すために、リゲティは、そナタの3つの下向きの矢印を、それぞれマイナス49、マイナス31、マイナス14セントの変化に対して使用している。リゲティの作品では、微分音の音程がよく使われており、ビオラソナタでは、F の火星音階に続いて、その使用がなされている。このように、B にマイナス十九セント、E にマイナス十一セント、 A にマイナス14セントを下げた火星構成は、ビオラの最低音 C の5分の1かに位置するであろう。架空の5番目の弦 F の共鳴を耳に暗示させ、この楽章をスペクトルミュージックに似たものにしている面がある。第2楽章のループでは、ルネッサンス期のモテットに見られるような小編性が採用されており、前の楽章で採用されていたオーグメンテーションとは対照的である。 この楽章にはジャズの影響が見られ、ステファン・グラッペリの音楽の影響からか、スイングして演奏するように指示されています。作品全体は45個のダブルストップをループさせたもので、3小節の導入部があります。技術的な難しさは際立っており、ダブルストップは常に開放弦で演奏され、左手にとってはかなり困難なポジションジャンプがあり、複雑な声を描いて、 成長するリズムの収縮と相まって中断されたフィナーレにつながる。ファクサールは第二楽章のリズムに重点を置き、旋律と火星の言語を用いてテーマとなる素材をあらゆる方法で絶え間なく変化させていく。主題の後には常に変装が続き、その変装は常に同じ長さで、前の楽章の増長や縮小の技法とは対照的である。構造は 非常に規則的で図式的であるが、リゲティはダイナミクスを使って構造上の分裂を隠そうとし、エピソードの始まりが強調されるのを避けている。表現やダイナミクスの指示は形式的、構造的な検討の結果ではなく、実際にはガースノックスに何度も異なる方向性での演奏を求め、様々な実践的な試みの後にリゲティが定義したものである。第四楽章では、 アクセント、短い音節、開放弦、ダブルストップ、ハーモニクスの組み合わせを用いて、高速で特殊な音を作り出している。続く主題の場面では、音を足したり弾いたり、個々の音を和音にしたり、逆にアクセントやダイナミクスを変えたりして、変化をつけている。第5楽章のラメントには、バルソビの午後やバイオリン競奏曲、ピアノ競奏曲、 その他の様々な室内楽作品にも使われているライトモチーフが多く含まれている。しかし、これらのテーマはムジカ・リチェルカータに由来するものである。シャコンヌ・クロマティークはルネサンスやバロックに相当するものと関連している。この修学賞は全学賞のラメントでの主題の三部形式を受け継ぎ、増幅させたもので、主題は第二変装から他の変装へと火星的。 半音的な同一性を変化させながら繰り返し変装されます。特に第四変装ではファクサールで聞かれるのと同様にダイナミクスの激化と並行してダブルストップがトリプルストップ、クアドラプルストップへと増幅され音楽のテクスチャーが徐々に厚くなっていきく。根本的なアイデアはクロマティックに加工する低線率でほとんどの繰り返しでこのアイデアが維持されるが わずかな変更が徐々に加えられていく。主な変更点は3連符で構成された小説の追加と57小説のクレッシェンドで第7変装の開始を1小節遅らせたことである。もう一つの変更点は73小説に4、4拍子が追加されたことで第8変装は6ストロークに短縮され十九小説で終わりを迎えます。 後半部分では音楽が激しくなり、80小節目でクライマックスが中断され、テンポは目のモッソ・モルトカンタービレと表示され、静かに終わる。ありがとうございます。